タイリッチバックドッグタイリッチバックドッグとは、太陽国原産のガードドッグ、狩猟用の犬種である。タイでは、マータイと呼ばれていて、タイで唯一の不思議公認犬種である。子犬およそ3000年前にはすでに存在していた古代、犬種である。リンゴに近い原始的な犬種であるが、追い立ちはよくわかっていない。独特の特徴である、リジバックははじめ南アフリカ原産の、 ホッテントッド,ドッグとタイの土着の犬との交配によってできたと考えられていたが、現代はそうではなく自然に発生した個体が元になってできたものと考えられている。主に家の番犬として飼われているが、時にはイノシシやウサギをパックで狩ることもある。近年外国にも知れ渡り、小ドッグとして飼われるものも増えてきている。日本でも時々輸入されて登録されているが、 世界的にもまだまだ珍しい犬種である。なお、これの親戚種には、ベトナム原産のプークオックリッチバックドックがいて、それは、タイリッチバックドックよりも、先祖の犬種に近いものであると見られている。タイリッチバックタイリッチバックドックの、リッチバック原始的な面影を残している犬種の一つである。引き締まった筋肉質の体つきをしていて、スムースコートで飾り毛等はなく、 毛色は、レッド、ブルー、ブラック、シルバー。どの毛色でもマズルが黒いのが普通である。大きめの立ち耳、タレオ。うなじのあたりから、尾の付け根まで一筋の毛並みが逆になっている。リジバックが生えているのが特徴である。リジバックには矢印型や針型などの数種類の型がある。爪は、ジェットブラック色で硬く、足が長くて、身体能力も非常に高い。 体高はオス56から6 1センチメートル、メス51から5 6センチメートルで、体重は23から 34kg。性格は物静かで忠実、愛情深くおのはであるが、警戒心が強い。ありがとうございます。